新名和ロードレーサーでは、新名和工業製、ロードレーサーについて説明する。ロードレーサーとは、ロードレースに使用する、競技用バイクのことである。新名和工業、ポインターエンジン新名和工業の前身は、カーニシ航空機で、太平洋戦争後は GHQ により、日本での航空機製造が禁止されたため、他の事業に参入せざるを得ず、その中に、 バイクとオート三輪の生産事業があった。本企業のバイクの商品名、ポインターは阪神地域ではバイクの代名詞となるほど有名であった。大正時代、日本には企業としての航空機メーカーがまだ存在しなかった頃に海軍機関隊員中島地区兵が航空機製造会社を設立するために1918年に海軍を辞職する。そして、 会社設立資金の趣旨を日本家よ社長、川西清兵に依頼し、日本初の航空機製造会社日本飛行機製作所を設立する。翌1919 19年、陸組への航空機の納入が決まり経営が軌道の乗りかけてきたところで中島と川西は中田大し、1920年に川西は独自に川西機械製作所で航空機製造を開始する。 そして、1928年に社名を川西航空機に変更する。太平洋戦争後は、1946年2月にバイク用エンジンの製造を始め、同年4月には宝塚発動機製作所を設立する。そして1947年7月にクラッチ付けエンジンを発売する。1948年には4、ストロークサイドバルブエンジン。 1951年には4ストロークオフエンジンの試作に成功。1952年にはついにポインターエースとポインターコメットを発売する。1956年には2ストロークエンジン搭載のポインターエース6を発売し、4ストロークエンジンをやめて2ストロークエンジンを採用するようになる。しかしポインターエース4は後発のヤマハと比べて、 警戒感がなく鈍重であった。会社経営人も改善策を試案したが、経営人には思い切った決断をできる人物がおらず、1962年2月には、日立製作所の伊藤都夫を社長として招いて、日立の支援を得るが、日立の意向により、伊藤がバイク事業からの撤退を決断し、バイクメーカーとしての幕を閉じる。RJ1 は、 クラブマンレース用に開発された1962年型 125cc ロードレーサーである片山芳美がクラブマンレースなどで走らせ、試作車が東京モーターショーに出品され注目を浴びたが市販には至らなかった。RJ1 の仕様、RJ1 の仕様、ありがとうございます。